クーマエのアクロポリスイタリアのギリシャ植民史クーマエは、現在のイタリアナポリ北西に築かれた古代ギリシャの植民史。イタリア半島に初めて建設された古代ギリシャ植民史である。クーマエ、クーマエ、クーマイ等とも表記される。ベルギリウスのアエネイスに登場するクーマエのシビュラでも有名。また、この都市で使われたギリシャ文字の一種からは、ラテン文字が派生した。 古代ギリシャ語では、ミューイータ、クメイ、ミューアルファイオタ、クマイ、ミューアルファー、クマと記された。クマエ、クマエクーマイ等ともかな転記される。現在のイタリアにおいて統治は、クーマと呼ばれる。行政上は、カンパニア州ナポリ県北西部に位置し、バーコリとポッツオーリの自治体にまたがる。テレニア海に面した、この都市は、エウボイア島のギリシャ人によって建設された。 エウボイアの人々は、標準的なギリシャ文字とは異なる字型を持つ文字を使っており、熊絵でもこれが用いられた。この系統のギリシャ文字からは、エトルリア文字をはじめとするコイタリア文字やラテン文字が派生したことが特筆され、特にエウボイア文字、熊絵文字とも呼ばれる。熊絵文字、ありがとうございます。